当時役の木内秀信です。さえに向かってきました。まあ懐かしい感じでしたね。こんなにこう誇張された表現じゃなかったですけど、まあ似たようなことはあったなっていう懐かしい感じがしましたね、はい、当時についてはあの自分でこう喋ってるのよりかはかっこいいなと自分で言ってんの。あのそうですね、高校生役なんで結構若く作って最初あの言ってたんですけども、あの演出家さんの方から字でやっていいよっていうことをいただいたんで、あのそうですね、楽しく字でやらせていただいてます、はい、だから結構展開が早いのでついていくのが僕は大変ですね。でもあの見てる方は楽しいんじゃないかと思います、そういうところが、はい、バカですね当時は硬派すぎるっていうか、うん、恋愛ベタというか、まあ、経験が少ないからそうなんでしょうけど、でも僕ら、まあ、今どうか分かんないですけど、僕らの時はこういう硬派な方がやっぱモテましたね。バカでしたけど、そんな当時です。印象変わったところない。いやでもまあ、うん、高校生でこうはぶっててっていうのはこの時期やっぱこんな感じじゃねえかなと思うんですけど、より自然な高校生っぽいというか、似てるところは恋愛ベタなところと言いたいんですが、そうですね、でも僕は高校時代の時にナンパなんだけどこうはぶってた方なんでちょうど一番ずるいとこにいたんで、まあ、似てるようなとこもあれば似てないようなところもあるしって感じですかね。ももの印象は、まあ、外見だけで判断しちゃいけないんだなっていうのを最近こう結構あの街歩いてても外見でびっくりする子が結構いるんですけど、まあ、ももを見て、ああそっか、じゃあそういうんじゃない子もいるのかなっていう考えさせられたっていうか、まあでも性格すごく可愛くて高校生らしくて、うん、そんな感じの印象を受けましたね。さえはまあムカついたんですけど、こういう子いたなって、いましたよね、えいました、えこういう子いたなっていう感じで、うん、帰りはあすげえいいやつですね、うん、詳しいけどすごくいいやつです。ただこういうちょっとナンパ路線をこう前面に引き出してる子っていうのは あまりいい人で終わっちゃう感じが多いので、高校生のうちはやっぱ当時の方が人気なのかな、うん、でもすごくいいやつです帰りは、うん、と思いました。すごく楽しい毎日でした。できるなら帰りたいですね、あの頃に特別部活とかそういうの一生懸命打ち込んでたってわけじゃないんですけど、毎日学校行くのが楽しくてしょうがなかったですね、うん、こういうなんか似たような恋愛ごとでなんかあいつが好きなのなんだのっていうこともありましたし、うん、楽しい3年間でした。こうありえなさそうで実は身近に会えるんじゃないかっていうすごくリアルに捉えた作品だと思うんですよ。それをまず楽しみにしていただきたいのと、あとは演出ですごくスピード感があるんですよね。僕なんかすごくついていけないほど、おもうあれよあれよっていう間にこうさえに引っ掛け回されたりとか寄り戻したりなんか始まったりとかして、そういうのがすごく楽しめると思うんですよ、うん、スピード感っていうか、そういうところを結構楽しみにしていただければいいんじゃないかなと思います。 DVD を購入していただいた方どうもありがとうございます。これ567が入ってる、見た
見たね。ちょうど当時とモモがあのラブラブで終わってる感じなんですよ。で次も結構いい感じで始まってるので、その辺のところをちょっと楽しみにしていただければなと思います。はい、次回ピーチガールお楽しみに。